村山富市村山内閣総理大臣談話は、1995年8月15日の戦後50周年記念式典に際し、第81代内閣総理大臣の村山富市が戦後50周年の終戦記念日にあたってと題して、閣議決定に基づき発表した声明。村山談話、戦後50年談話として知られる。村山談話は、 1945年8月15日の終戦から50年経った1995年8月15日、第81代内閣総理大臣の村山、富市が閣議決定に基づいて発表した声明である。以後の内閣にも引き継がれ、日本政府の公式の歴史的見解としてしばしば取り上げられる。内閣官房副長官の古川定次郎は、村山総理は、 国会決議より踏み込んだ内容の総理談話を出したい意向があったと思う。村山さんの意を受け買い精神に室長の谷の作太郎さんが心血を注ぎ暗文作成に当たった。調整の段階で私も暗文を見た。と10回している。村山は平成7年は終戦後50年の節目の年。国内的にも 国際的にもけじめをつけられる問題についてはけじめをつけ、21世紀の展望に道を開くのが、この内閣の役割と考えた。しかし、戦後50年の国会決議は、自民党や各会派の保守強硬派の突き上げで、散々なことになった。衆院本会議で6月に採決された、歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議は、 与野党251人の議員が欠席し、参院での決議は見送られてしまった。それならば、歴代首相が示してきたお詫びを集大成し、21世紀のアジア外交の基本理念を首相談話で示すしかないと解雇している。談話は主に、今日の日本の平和と繁栄を築き上げた国民の努力に敬意を表し、諸国民の支援と協力に感謝する、談。 平和友好交流事業と戦後処理問題への対応の推進を大きする団、国策を誤り戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって諸国民に多大の損害と苦痛を与えたことを反省し、謝罪を表明する団、国際協調を促進し、核兵器の究極の廃絶と核不拡散体制の強化を目指す団からなる。特に、 現在取り組んでいる戦後処理問題についても、我が国とこれらの国々との信頼関係を一層強化するため、私は引き続き誠実に対応してまいります。としたことにおいて、関権や軍の関与を認めたとする先の河野談話に関連し、慰安婦問題への対応について論争となっている。また、韓国や中国への謝罪問題に対しては、 植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は未来に過ちなからしめんとするがゆえに疑うべくもない、この歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて通説な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。としている。なお、同談話の作成過程において、 村山が最も頼りにしていた閣僚で当時、通称産業大臣だった橋本龍太郎に直接電話をし、根回しをお願いした。橋本は、いや、これでいいと思います。異論はありません。と返答、村山は日本遺族会会長やみんなで靖国神社に参拝する国会議員の会会長という立場の橋本に、 村山談話に同意できないのではと心配していたので、安堵した。橋本が話を終わろうとするときに、あの文章を読むと、廃線という言葉と終戦という言葉が両方使われている。どちらかを統一した方がいいのではないでしょうかと言い、村山はどっちに統一した方がいいと思われますかと聞くと、そりゃあ、廃線の方がいいのではないですか、と橋本が言い、村山も賛成し、 敗戦に統一ししたたも私はこれ以上望めないい談話案だとと思ったとしている当時の状況について、労働大臣として閣議決定に関わった平沼武雄は閣議中にいきなり談話案が出された。署名しなければ自社さ連立政権が吹っ飛ぶかもしれないという恐怖感があり、署名せざるを得なかったと和田正宗に証言している。 また、平沼と同様に閣僚として、閣議決定に関わった、島村義信、能良多方正、深谷隆江藤清志郎は、作成過程について村山が、野坂貢献元官房長官がしっかり根回ししていた、と、朝日新聞のインタビューで語ったことについて、根回しされていないと反論している。内閣官房副長官の古川は、閣議で、 談話案を読み上げるのは事務副長官の役目。私はかつてない緊張感を覚えた。司会役である野坂光憲官房長官が古川副長官が談話案を読み上げますので、謹んでくださいとわざわざ発言した。普通は官房長官が閣議で謹んでというようなことは言わない。野坂さんも同じ思いなのだと心が熱くなった。 核技術は水を打ったように静まり返り、しわぶき一つ聞こえなかった。閣僚は腕組みしながら聞き入っており、異論は全く出なかった。としている。村山は、この談話を発表した後の記者会見で、いくつかの点について、質問を受け、見解を示した。まず、天皇の責任問題については、戦争が終わった当時においても、国際的にも、国内的にも、 陛下の責任は問われておりません。として、今回の私の談話においても、国策の誤りをもって、陛下の責任をう々するというようなことでは全く、ありません。と、その存在を否定した。また、遠くない過去の一時期、国策を誤りとしたことについて、どの内閣の、どの政策が誤ったという認識か問われ、しばし春陣した後、 どの時期とかというようなことを断定的に申し上げることは適当ではないと答えた。さらに、諸外国の個人から戦争被害者として日本政府に対して賠償請求が行われていることについて、今後の日本政府の対応を問われ、先の大戦に関わる賠償、財産請求権の問題につきましては、日本政府としてはすでにサンフランシスコ平和条約、 二国間の平和条約、及びそれとの関連する条約等に従って誠実に対応してきたとし、我が国はこれらの条約等の当事国との間では、先の大戦に関わる賠償、財産請求権の問題は、諸位、従軍慰安婦の問題等も含めて、法的にはもう解決が済んでいるとの認識を示し、個人保障を国として行う考えはないとした。 フジテレビ解説委員の平井文夫は、僕が関係者に聞いた話では、実はバランスの取れた談話案があったのに、社会党左派の野坂高検官房長官が、リベラルな外務官僚の谷野作太郎、外政審議室長を使って、左寄りの内容に変えたというのが、真相のようだ。ただ悪いのは、野坂や谷野ではなく、社会党との連立政権を維持したくて、 この左寄りの談話を受け入れた自民党自身だ、と述べている。なお、終戦から60年が経った2005年8月15日には、当時の内閣総理大臣であった小泉純一郎により、村山談話に基づき、それを継承、発展させた内閣総理大臣談話が発表されており、こちらも村山談話のように日本政府の公式見解として扱われている。 小泉純一郎の後に内閣総理大臣に就任した安倍晋三は首相在任中の2015年8月14日に戦後70年談話として安倍談話を発表し村山談話にある心からのお詫びの気持ち、通説な反省の文言について歴代内閣の立場を継承するという間接的な表現で盛り込み侵略。 植民地支配の文言については、日本の行為としてではなく、これらの行為について、用いない、永遠に決別するという一般論として、村山談話とは異なる文脈で盛り込んだ。談話を発表した記者会見では、過去の日本の行為が侵略に当たるかどうかは明言しなかった。ありがとうございます。